ヤン・ゾーマーはスイス出身のサッカー選手。ブンデスリーガボルシア・メンヘングラートバッハ所属。スイス代表。ポジションはゴールキーパー。ヤン・ゾーマーとも表記される。欧州のモルジュに生まれ、地元アマチュアクラブの FCL リベルクでサッカーを始めると、9歳の時に FC コンコルディア・バーゼルのユースチームに移った。2003年に国内強豪クラブの FC バーゼルに加入し、2年後の2005年にバーゼルとプロ契約を結んだ。プロ契約を結ぶとすぐに U-21 チームでレギュラーに定着し、同時にトップチームのフランコ・コスタンソ、ルイス・クレイトンに次ぐ第 3GK になった。2007年の夏、バーゼルと新たに4年契約を交わすと、その夏の移籍市場でリヒテンシュタインから越境参加している FC、ファドゥーツへ経験を積ませる目的でレンタルされた。その2007から08シーズン、ファドゥーツにて定位置を確保すると、当時チャレンジリーグに所属していたクラブを一部へ昇格させることに大きく貢献した。この活躍からレンタル終了後に2009年1月までとなる半年間のレンタル延長がなされた。2008年7月20日、FC ルツェルンとの試合で、スイススーパーリーグデビューを果たした。レンタル延長が終了した1月、バーゼルの3GKが負傷したことで、バーゼルに復帰した。復帰後の2009年2月7日、スタッド・ドゥ・バンクドルフにて行われた BSC ヤングボーイズとの試合で、バーゼルにおけるリーグ戦デビューを果たしたが、この試合には2-3で敗戦した。この2008から09シーズンのバーゼルでは公式戦6試合に出場したのみで終わった。同年6月6日、グラスホッパーに1シーズンの契約でレンタル移籍をした。グラスホッパーではスタメンに抜擢され、シーズンを通してリーグ戦33試合に出場した。2010年6月14日、バーゼルと契約をさらに5年間延長した。グラスホッパーでの活躍からレギュラー奪取を目標に迎えたシーズンだったが、コスタンソからポジションを奪えず、国内カップ戦要員になった。FC バーゼルでのゾーマー2011年9月14日、ホームで2-1と勝利した FC オツェルルガラツィとの一戦で、UEFA チャンピオンズリーグ初出場を飾った。この2011から12シーズンは、バーゼルのトップチームに加入して、初めてレギュラーに定着したシーズンとなり、クラブも好成績を収めた結果、リーグとカップ双方を制覇するダブルを達成した。翌2012から13シーズンもリーグ戦36試合に出場してリーグ優勝を経験。自身3度目のリーグタイトルとなった。スイスカップでも準優勝を果たした。また、このシーズンのバーゼルは UEFA ヨーロッパリーグでも躍進を遂げ、ベスト4に進出したが、そのベスト4で、チェルシー FC に2戦、合計5-2と完敗し、大会を終えた。2013から14シーズン、再び自身4連覇となる、リーグ優勝を成し遂げた。チャンピオンズリーグでは、グループステージ3位になり、ヨーロッパリーグの決勝トーナメントに回ったが、ベスト8で、スペインのバレンシア CF に敗れた。この2013から14シーズン、バーゼルは公式戦、全68試合を戦ったが、このうち58試合でゾマーは出番を得ていた。ボルシア・メンヘングラートバッハでのゾマー2014年3月10日、ドイツブンデスリーガのボルシア・メンヘングラートバッハと5年契約を結び、7月1日からの加入が決まった。同シーズンに FC バルセロナへと移籍したマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの代役と見られている。ゾマーにとってグラートバッハ、初シーズンとなった2014から15シーズン、すぐにレギュラーに定着し、クラブの1978年以来となるリーグ戦3位フィニッシュに貢献した。また、ゾマーのスーパーセーブなどもあって、クラブ記録となるリーグ戦17試合無敗を達成した。ゾマーのグラートバッハでのデビュー戦は、DFB ポカール3回戦、FC08 ホンブルク戦であり、3-1で勝利した。このシーズン、前述した活躍もあり、クラブの年間 MVP に選出された。2015から16シーズン、リーグ開幕戦となったボルシア・ドルトムント戦では0-4での大量失点につながる1失点目にミスを犯した。直後のチャンピオンズリーグセビージャ FC 戦でも0-3で完敗し、終始そこ、パフォーマスに徹したゾマーは批判の的となった。9月20日、ライバルである1FC ケルンに敗れたリーグ5敗目を喫したことで、リュシアン・ファーブル監督が解任された。ファーブル解任以降は、ゾマー、クラブともに復調し、同シーズン終了後には、マンチェスターシティ FC から関心を持たれるほどの活躍を見せた。2019年11月30日、クラブでの活躍を買われ、契約を2023年まで延長した。スイス代表でのゾマースイス代表には U-16 世代から招集され続け、U-17 や U-19、U-21 世代に出場した。U-16 代表のデビューは2003年8月26日のドイツ戦、U-19 代表は同年11月20日のイングランド戦である。2007年8月22日、U-21 ベルギー代表との親善試合にて、後半からの途中出場で U-21 スイス代表デビューを果たした。U-21 スイス代表では、UEFA U-21 欧州選手権2011にキャプテンとして、そして聖守護神として参加した。この U-21 ユーロでは、スイス代表は躍進を遂げ、U-21 スペイン代表との決勝に進出したが、スペインに0-2で完敗し、優勝はできなかった。この決勝戦がゾマーにとっての U-21。スイス代表ラストマッチとなった。2012年5月30日、親善試合として行われた1-0で勝利を挙げた、ルーマニアとの国際 A マッチにて、スイス A 代表デビューを飾った。その後も定期的に A 代表へ招集され続けると、2014年5月12日、2014、FIFA ワールドカップに臨むスイス代表23人に選ばれた。2016年には、同じくブンデスリーガにてプレーしていたロマン・ビュルキとマルビン・ヒッツと共に UEFA ユーロ2016のスイス代表に選出された。この大会では、ゾマは厳しいポジション争いを制し、大会4試合に出場した。大会ラストゲームとなったポーランドとのベスト8進出をかけた試合では、PK 戦にまでもつれ込んだが、ゾマは相手選手全員にPK 成功を許し、スイス代表はベスト16で大会を終えた。2018年、2018FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれた。ありがとうございます。